目指せポケモンマスター、ジハーディ高橋です。今日はゴルーグを使っていく。ゴルーグはまず見た目がかっこいいよな。ビジュアルが好きでゴルーグ使いたいけど、性能がランクマ向きじゃなくて諦めたっていう人も少なからずいるんじゃないのかな。まあ、そんなゴルーグファンのお前らに朗報。ゴルーグのいい方考えてきたぞ。今回の俺のゴルーグは特製ノーガードを採用した高校の尻尾トリック型。ゴルーグはこんな脳筋の見た目してトリックを覚えるので、高校の尻尾を相手に押し付けた後、上からポルターガイストで縛く。ポルターガイストは威力110という高火力のゴースト技なんだけど、相手が道具を持っていないと失敗してしまう。現環境ブーストエナジーをはじめとした消費型アイテムを持っているポケモンはかなり多いので、そこに対して高校の尻尾を押し付けて確実にポルターガイストを成功させる。各有ポルターガイストは命中率 90% なので、外すリスクをカバーするのが特性のノーガード。ノーガードによってお互いの技が必中になるので、ポルターガイストは 100% 通る。で、せっかくノーガードを採用するなら命中不安技詰め込みたくねということで、サブウェポンに爆裂パンチとストーンエッジを採用。爆裂パンチに至っては本来命中率 50% のクソ技なので、ノーガードなしではありえない採用なんだよな。まあ、しかしゴースト技無効のノーマルタイプに対して弱点をつけるので、採用価値は高い。ということで、まさかの地面技不採用のノーガードゴルーグでランクマにとつっていこうと思います。いきましょう。マッチングしました。タックさん対戦お願いします。イーユイ、パオジアン、ウーラオス、サーフゴーに巨ジオンという構築。巨ジオンの存在を考えると、まあなんだろう、特殊で攻められるポケモンが欲しいな。ラティオスかイーユイあたり。で、ゴルーグも、ガイリュウに最低限役割持てそうだから、まあ出していい気がするんだよな。なんならこれゴルーグから入るのもありか。または鬼しずくもから入るっていうのも一つの手なんだよな。鬼しずくもから入れば、まあ出し負けはない。これ絶対鬼しずくもから入りたいわ。で、ゴルーグも出すとするならば、あと一枠は、まあラティオスを出すのが安全なんじゃないのかな。で、ラティオスに基本的にテラスタルは温存していく方向性でいきましょうか。うん、これでいこう。相手の先発はイーユイですか。イーユイか。鬼しずくもは別に悪い対面じゃないんだけど、特性の水砲によって炎技の威力が半減になるから、実質だから半減だから、だから悪の波動が最大打点になるので、怖えな。その悪の波動でひるむのが本当に怖いけど、まあ、ここは臆せずアクアブレイクを打ちましょう。アクア打ってくれ。これ絶対耐える。余裕で耐える。ひるむなよ。ナイス!いいね。はい、ワンパン。特殊技で、お前、急所に当たんじゃねえよ。特殊技で鬼しずくもに喧嘩なんか打ったらもう何もいいことないから。はいはいはい、てめえだよな。てめえだとは思ったよ。いや、割りこれね、速攻でゴルーグに交換するわ。鬼しずくも打点がないから、まあ、ここ、俺だったら竜舞、海竜を引っ込めだ。なんかこれ釣り交換されてるわ。で、デカ巨ジオンか。なんだろう、これは。何がやりたかったのかもあんまわかんないけど、ゴルーグを合わせてしまってるのはまああんまり嬉しくないんですよね。ゴルーグの高校の尻尾トリックのギミックについては、できれば海竜に差し込んでいきたいから、鬼しずくもにもう一回交換しましょうか。まあ鬼しずくもがもう海竜にあんまり役割持てないから、ここは鬼しずくもを雑に使って、で、なんならガムシャラとか入れてもいいんじゃないのかなと思います。おー、守るから入ってくる保守的な人だ。はいはい、後出しじゃんけんをしたいタイプね。だったらここアクアブレイク入るよな。まあいいや、ここ一回アクアブレイク臆せず打ってみようぜ。テラスを誘発できるならかなりでかい。しかもドクテラだったわ。これラティオスのラスターパージが弱点になるからでかいし、これすんごいダメージ出てるんだけど、アクアブレイクが。呪いか。なるほど、これで耐久力上げようってことだ。ゴーストテラス呪いじゃなくて、あえて呪いの効果を、この、AB 上げるみたいな積み技としての効用を残したいっていう考えの人か。これね、次のアクアブレイクも同じ火力が出るから、今の防御ダウンのおかげで。ここもアクアブレイクでいいんじゃないですか?うん、いや、メキメキ削られていくけど大丈夫そう?あ、しかもまた防御下がってる。あれ?これ、鬼しずくも一匹でゲームが終了する気がするんだけど。いや、てかあのね、防御弾が追加効果引きすぎなんだけど、まあ、海竜を選出してる人に対しては、どんな追加効果を引いてもまあいいかなという気はする。ここもアクアブレイクでいいよね。一生アクアブレイクでよくない?おー、巨人をここ引く。なるほど。B ダウンが痛すぎるって考えだ。で、海竜がまた湧く。ステロを負けてればこのサイクルは有利に働くんだけどね。まあいいでしょう。うん、まあこれはちょっと大したダメージには
至らないが5つ目のやつか。いやこれさ、正直テラスタル毒を巨獣王に切らせてるんだったらラティオスのラスターパージで詰めて勝てるから、まあこれもうがむしゃら打っていいんじゃない。鬼しずくもはアンコールだ。あーなるほど、いや別にいいけどね。でこの後この海竜も羽休めを打ってくるのかな。いやだとしたらこれ鬼しずくもガムシャラを打つために使えるんじゃないのか。イバンの実がちょうど発動する圏内だから、このタイミングでゴルーグに交換しようぜ。ただねこれ巨ジオンで受けられるっていうリスクが常についてまとうからちょっと気になるよな。ここは多分相手羽休め安定だと思う。うんうん、そうですよね。いやここはだから様子を見たいんだよな。うわ巨ジオンに交換されそう、めちゃくちゃ。海竜がゴルーグに何も打点ないんじゃないのかな。アンコール羽休め電磁波とかのやつでしょ。まあ、渦の可能性あるか。ごめんここもうトリックいくわやっぱり。いや引かれるけど、いやまあ別にそんな悪くないよね、ここ引かれるのって。だって結局俺が食べ残しを盗めるわけだから、むしろ回復ソースを得られたという考えでは別に悪い話じゃない。ただまあゴルーグじゃなくて巨ジオンに関しては特性の清めの使用によってゴースト技が半減になるから、実質まあポルターガイストは通らないというか、まあダメージが出ないと言えるので、一回ストーンエッジ打とう。ここ余裕あるからエッジ打って、あーいやゴミダメージすぎる。まだ呪いなんここ。塩漬け打たないの。塩漬けいつになったら打ってくるんだこれ。そうですか。これはゴルーグをじゃあ温存して鬼しずくも切る動きをしましょう。ただなーこれ鬼しずくも出すタイミングで塩漬け入れられてしまうと、まあ、速攻で死ぬわ。自己再生だ。おー大丈夫その使い方。てかまあ多分俺の鬼しずくもの型を理解してないんだと思うわ。これねガムシャラがあるからぶっ飛ばせるんだよな。もう防御に防御とかも耐久ライン関係なく、だこれ HP をいくら高く保とうとも意味がないんだよなこれって。はい強制破壊でこのタイミングで塩漬けか。オッケーオッケーオッケー。これでどうしよっかな。さっきのダメージ的にストーンエッジで削りきれなそうだから、さすがにここはラティオスを出しましょうか。防御1段階上げられちゃってるもんね。いやこれでまあ限りなく勝ちに近い状態だと思うけどね。ここは絶対ラスターパージね。なあ守ってくる。いや守る必要あったっけ。ラスターパージ読みってこと。これでもね海竜にまあ交換されてからなんかその電磁波とかの運ゲに持ち込まれたらクソうざいっていう事情はもちろんある。え、そうなん、ここ切ってくんの巨獣音。じゃあ海竜1匹で勝負するってこと。いやそれは海竜の性能を過信しすぎだと思うぞ。ここは海竜受け出して巨獣音を温存しないといけなかったんじゃないの。いやそんなこともないんか。別にゴルーグの使い道がかなりない状態だし、ちょっと電磁波に持ち込まれたらうざいから一回ゴルーグに交換するわ。で出方を伺おうぜ。アンコール羽休めまでは確定してる。電磁波なんじゃない、アンコールなんだけど、それ意味ある？よくわかんねえわ。ストーンエッジがこれ必中で打てるからもうメキメキストーンエッジ打とうぜ。あ自信持ってるわこれ、2回耐える。うんいい耐え方。バッコリ消す。おおいいダメージ出るな。いや急所ざま。これねストーンエッジ急所に当たりやすい技だからこのようにメキメキダメージが入るんだよな。であとこれねこの後多分羽休めだと思うんだよね。だからポルターガイスト打とうぜ。ほら羽休めでしょ。こうすれば飛行タイプが消えるから、まあ、ストーンエッジが半減になるんだよ。じゃあね等倍になるんだよ。まあ、だからそこにしっかり最大打点のポルターガイストを合わせて5つ目が襲いかかる。これで相手もう受け効かないっていう状態になったよね。いやこれでも 100% 勝ちだ。こっから俺はポルターガイストを打ち続けてれば勝つゲームになってる。ほーこれ俺がストーンエッジ打ってくるとかにかけるしかなくなってんの。いやそれかポルターガイスト外しじゃない相手の勝ち筋って。ポルターガイスト命中率 90% だから外すまで待ってるんじゃないのかな。いやね俺のゴルーグノーガードだから技外すとかないぞ。まあ、こっから一生ポルターガイスト連打で。コメント紹介、
たかしさんの動画ずっと見てます。あえてたかし流の海流動画作ってください。まずは俺の動画をずっと見てくれてありがとう。そして、まあ、俺のね、あの海流動画、まあ、俺がどんな海流育てるのかとか、俺が海流使うならどういう方で立ち回るのかっていうのはね、興味がある人がまあいるのかもしれない。まあ、そのリクエストはありがとう。だが断る。うん。で、あの海流使って勝ったところで俺も何も喜びを感じないし、あの海流使うぐらいだったらドデカ橋のくちばしに挟まれて死んだ方がマシだから、うん、ごめん、断るわ。ありがとな。リクエストだけはありがたく受け取っておくよ。対戦ありがとうございました。おい、ゴルーグに詰まされてんとちゃうんかお前。マッチングしました。コウセイさん対戦お願いします。炎オーガポンに巨ジオン、アシレーヌハッサムという構築。鬼しずくもの通りがかなりいいな。なんでさ、みんな鬼しずくも使わないんだろう。鬼しずくも玄関境むちゃくちゃ刺さるし、すんげえ強えんだけど鬼しずくも。でね、ゴルーグは選出していきたいかな。うん、誰に刺さってんだかよくわかんないけど、まあ、選出しますわ。で、あとは、サーフゴーは鬼しずくもで倒せる。アシレーヌも同じく。で、ゴルーグでガイリュウは見る。そうだな。まあ、物理に強いラティオスは選出したくなっちゃうかな。いや、ラティオスがいいと思います。あのね、この方のラティオスが強すぎる。さあ、相手の先発はオーガポンですわ。これはね、まあ、出し負けてはない。炎テラスツタコンボになったらどうかわかんないけど、ただ特性の水砲によって実質半減だから、まあいや、そんな不利対面じゃないと認識しているけどどうかな。だからこれアクアブレイク打つよ。うわ、やってくる。いや、これお前仮にワンパンできんかったらもう地獄だぞ。岩石封じとかサブウェポンだったら死なんと思うわ。いや、これ特性水砲を理解してるのかな。これ炎技打つ。あ、岩石封じだ。いや、全然じゃない。いや、じゃあもうこれ地獄よ、相手。これアクアブレイクで絶対死んじゃうぜ。ほら。大丈夫なん？草タイプ捨てて。とかってやるぐらいしか、もうこのワンパンにかけるしか、鬼しずくもの突破手段がなかったのかな。そんなことある？うわ、ハッサムだ。これ、まあ、素早さはね、相手のハッサムが上なんですよ。だからバレットパンチを打つ必要がないから、トンボ返りとかになるんじゃないのかな。いや、はたき落とすの可能性もあるか。はたきを考えるとゴルーグ受け出しづらいんだよな。鬼しずくもの役割もこれで十分か。うん、アクアブレイク打っても退場するわ。あ、はたきだった。まあ、これはちょっと、あ、耐えたわ。あら、まあ、イバンの実奪われたから、次で死ぬんだけど、いや、これは激アツ。これは激アツだ。ハッサム削れたの熱すぎんだろ。いやー、こうなっていくんだったら、まあ、なおのことちょっと鬼しずくもはもうこれ以上の役割持てないんで、これで退場でいいと思います。てか、あの、ハッサムの物理耐久に対して、あの、アクアブレイクで半分入れんのも強すぎ。お前が強いわ。なんでみんな鬼しずくも使わないんだろう。むっちゃくちゃ強いんだけど。で、しかもここトンボ返りでいいのか？うわ、シレーヌいるのダリー。ゴルーグが特防に振ってるから、水技だったら一発耐えると思うんだよな。いや、アシレーヌ特防高いから、できれば物理で相手取った方がいいとは思う。からここはゴルーグ行きましょう。で、これね、素早さ相手が上だから、絶対トリックは打つ。渦潮、いや、クソだるいやつなんだけど。なんか変なゴルーグじゃなくて変なアシレーヌだ。いや、ただまあ、歌方とか打たれんでよかったな。まあ、ちなみに今回のゴルーグは若干特防に振っていて、羽ばたく神のシャドーボールを弱点で食らって、まあ、ちょうど確定で耐えるような調整が施されてある。で、お盆の実を奪ってんのはでかいけど、どうかな。渦潮しか水技がないんだったら、もう一発、行動できるんじゃないのか。で、ここは相手高校の尻尾持ってるから、もう確実にポルターガイストが通るターン。打っていくぞ。食らってみよう。必中。もう確定。成功、ボルターガイスト。いや、勝てえ。勝てえわ。勝てえけど、これ相手から奪ったお盆の実食えるんじゃない？いや、この急所もまあ痛いが、いや、こういうなんか保守的なアシレーヌは多分、アクアジェットないと思うけどね。いや、まあ仮にアクアジェット持ってるんだったら、ゴルーグ、この残り HP からは削り切られそうだけど、まあいいや、十分でしょ。ここ、ボルターガイストで。うわ、やっぱアクアジェットないわ。いや、お前、この、ポルターガイスト連打痛いんじゃねえの。いや、もう瀕死になってんじゃん。サイコノイズ持ってるわ。あ、なるほど、これ、あの、回復封じるってやつだ。
いや、お前どんだけ急所に当てんの。すごいな。何のために技のダメージって決まってんの。技の威力が決まってるんだから、なんでそれが確率で変動すんだよ。サイコノイズの威力が75って決まってんので、これはもうここまでアシレーヌをゴルーグが削ってくれたんで、まあなんか変なことされる前にラスターパージで倒しておくべきかな。うん、まあよもやここからアクテラスタルが飛んでくることはないでしょう。これでアシレーヌ飛ばして、でラスト、ハッサムとの 1v1。 まあこれね、ラティオスって環境にいる ラティオスはこだわりスカーフとかこだわりメガネのこだわり型が多いから、まあ相手割とこっからハッサム1匹でまくれるっていう考えはあるかもしれないよね。でここはテラスタルを切って冷水を打っていきましょう。これで多分5つ目ダメージと冷水込みで、まあ、倒しきれるか、まあ、次の冷水圏内に押し込める。これで鋼テラス1点読みインファイト飛んできたらもう泣いて謝るわ。まあこれ、いや勝てえな。直帰なんじゃないこのハッサム。はたき落とすだ。そしてはたき落としたターンでも5つ目のダメージは入るんで、5つ目ダメージが入ったものの冷水で倒せなさそう。ラスターパージの方が半減だけど威力出るわ。ここラスターパージだ。だったらまあこれで倒せるんじゃない。ギリギリだろうけど、倒せなかった。やばい。あ、これやばい。いや大丈夫だ。うん、相手の攻撃1段階下げてるから大丈夫だけど、ちょっとこれはダメージ感覚が甘かった。そうだね、冷水をもう一発打っておけばインファイトを打たれても安定して受けることができたと思います。対戦ありがとうございました。いや、このラティオスもクソ強いし、鬼しずくももむちゃむちゃに強いし、ゴルーグもしっかり活躍してんな。マイナーパって感じしてきたね、おい。マッチングしました。宮青さん対戦お願いします。ポリゴン2に赤月ガチグマ、サーフ号、羽ばたく神にウーラオスという構築。ゴルーグを出したい気持ちはかなりあるが、ウーラオス先発に出されてしまうと、ちょっとゴルーグ苦手なんだよな。いや、赤月ガチグマの存在が本当に終わってるから、鬼しずくもからかな。いや、まあ安定すんのは鬼しずくもですわ。鬼しずくもイン、ゴリューグ、そしてね、1枚例えば、まあ物理に強いというか、まあラティオスにテラスを切れば全て解決するような気はするんだよな。あのね、このラティオスが本当に強すぎる。ラティオスで行くわ。相手の先発はウーラオス、水の型か、電撃ウーラオス。これ水技も格闘技も半減だから、まあなんか引いていくような気はしますけどね。で、これな、まああんまネバネバネットを巻く意味がこの試合はないので、まあ一回アクアブレイク打てばいいかな。あ、なんだこれ。何をしようとしてるの君は。水テラ水流連打でゴリ押しってことか。ああ、相当鬼しずくもが重いな、お前。いやーでもこれ、確定2発取られるんだ。いや、まあさすがの火力といったところではある。なるほどね。これパンチグローブかなんかはめてんのかな。いやー、これはどうしましょう。んー、いやちょっとこれで鬼しずくも失うの痛すぎるけど、まあしょうがないや。これね、もうあの鬼しずくもはもう割り切って切って、あーでこのあと、いやどうだろう、これじゃあネバネバネット巻いておいた方が良かったんかなとか思うけど、まあいいや。この後ラティオスを出していくんだけど、S に振ってるウーラオスだったら、ラティオスの上を取ってくるんだよな。そのあたりはどうか。ただ、5つ目ダメージもあるから、まあ勝手に死んでいくみたいなところもあるんですよ。悩ましいけど、まあここ瞑想を勇気を持って積んでいきたいかな。あー、水流連打ぶっぱか。どうなん。いや、これ効きすぎじゃね？本当に。HB なんだけど、こっち。いや、これ、死ぬかな？次で死んだらほんまにくだらんぞ。いや、死ぬんだけど。いや、もう HB の意味よ。だったら。いや、違うわ。大丈夫だ。次の5つ目ダメージ1回か2回で死ぬから、一応、自己再生はできるわ。ああ、いや、もうこのね、ウーラオスとかいうポケモンもう土地狂ってるわ。水テラ水流連打で。もうタイプ相性関係ねえもん。なんで鬼しずくもとラティオス半減の水流連打で2匹持ってかれそうになってんだよ。もうわけわかんないって。これ次の一撃で死んでくれりゃありがたいけど、どうだ ?5 つ目ダメージで。どうなんそのあたり。あ、死んだわ。
まあ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 、じゃあ稼いだ後は、まあ最低限、なくはない。うん、まあ、アド稼げてなくはないわ。テラスタル枠も温存できているしね。で、これで自己再生で HP も高く保てるから、瞑想1積み。で、HP8 割残ってるラティオスが場に残るんだったら、まあ、まあ、全然未来はある。サーフゴーはまずくて、ちょっと、なんも打点がないわ、こっちから。ただ、ゴースト技の一環がいかついから、これ、ゴルーグ、これ、ゴルーグに引いていくこともできないんで、テラスタル切って、もうこれ瞑想ガン積みするべきなんじゃないのか。いやこれラスターパージから入った方が良かったかな。いやこういうことになるから、いやこういうことになるからラスターパージから入るべきだったな。悪い。ちょっと下手だったな、これは。やり方がラスターパージだったな。一択だったわ、ここ。いやこういうところ甘いな、プレイングが。まあ、しょうがない。これはもうゴルーグに一回交換するしか、まあ、とにかくなくなってる。どうだろう、ここまで引きはしないよな。だって相手、ここ、シャドーボールかなんか打ち得だもんね。うわぁ、引いてきたわ。なんだこれ。外流か。あー、これさぁ、ゴースト技食らいたくないから多分引いてこないよね。ここトリック打つわ。竜の舞を打ったところで、高校の尻尾を押し付けることによって、お前は無力化できる。いやーでもこれ、サーフゴーの突破手段がなくないか。どうかな、まあアイテムにもよるけど。ちょっと、とりあえずアイテム見せろや。イカサマダイスだ。なるほど。スケールショットのやつだ。まあ一回ストーンエッジを打ちます。一回ね。一回打って、ああ、いいダメージ入るね。で、竜の舞？それ意味なくね？それやばくね？お前やってること。いや、これね、ちょ、卓になってるんだよな。これ多分ストーンエッジが頭になかったんだと思う。次のストーンエッジで死ぬんだ。羽休めも上から打てないから、これストーンエッジの弱点をかいくぐる術がないんですよ。相手目線。ただ、サーフ号に交換すればストーンエッジって半減なんだよな。だから、それを一点読みするんだったらポルターガイストなんだ。どう思う？いや、てか、なんならこれ、ポルターガイストで倒せる説もあるから、ここ、ポルターガイスト打っておくべきだと思う。うーわ、引かないか。引かない。いや、これ、落とせるんじゃないでも。よし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 、偉いぞ。偉い偉い偉い。いや、ってなると、ってなるとよ、これね、このゴルーグ、特防に振ってるんですよ。サーフ号の、ゴール、シャドーボール、耐える可能性は全然ある。羽ばたく神の、C187、実数値187のシャドーボール弱点で食らって耐える調整してあるから、このサーフ号が特化じゃなかったら耐えるんだけど、ただ、こだわりスカーフ持ってたから特化の可能性はある。ここはわからん。シャドーボールだ。特化じゃなければこれ確定台です。どうよ。よっしゃ、特化じゃなかった！ポルターガイストこれいけんじゃない？いけるでしょう。どうよ。これ受け切れる代物ではないよな。すげえ、こっからゴルーグでまくったぞ、おい。いや、ゴルーグ、これは頑張った。よくやったか、ゴルーグ。ナイスゲーム。ナイスファッキンゲーム。ということで、今日はここまで。ゴルーグ、やっぱり見た目かっこいいな。溢れ出るこのアイアンゴーレム感。なんか、そばにいてくれるだけですんごい安心感あるよな。でね、今回のゴルーグ、全然良かったぞ。通用する。現ランクマ環境、ゴルーグで勝てます。まあだからね、どんなマイナーポケモンでも、その個性を活かして、適切な育成論を施してやれば、まあ、ランクまで活躍できるんだよ、最低限は。しかも、この高校の尻尾トリックからのポルターガイストギミックについては、全然実用的なレベルだと思うから、まあだから、ゴルーグの見た目が好きで、ゴルーグと共にランクマ回りたいっていうやつは、ぜひこの方を採用してみてほしい。まあそんなところでしょうかね。俺のゴルーグの育成論は概要欄に載せておくから、よかったら使ってみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐる、外れ確定のカードをめくる。一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠る、暗がりで一人命を削る。あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。